はい、ですね、今回ですね、こちら、簡単香味、ポップコーンを作りたいと思います。いつもですね、ポップコーンはですね、大体ですね、うちはね、3つを言いますと、このタイプ、反対だ。これはね、レンジで作るポップコーン。これで大体作ってるんですね。これ結構美味しいんですよね。ただね、これ焦げるんですよ、これね。で硬いのがね結構残ります。これ、まあ、美味しいとこ美味しいんですけどね、焼きたてみたいな感じで美味しいんですけど、今回ね本当のポップコーンマジなポップコーン作ってみたいと思いますのでね、フライパンで、はい、フライパンでねやりたいと思います、うん、はい、では早速ねやってみましょう。その前に油とかねちょっと引かないとダメなんで、火をね通しましょうね。はい、行きます。はい、ではね今からね行きます。はい、はい、それ一緒にね炒めるといいかな。はい、次にですね、まあ、油がね、大体大さじ3ぐらい、大さじ3ぐらいとサラダ油ですね。でね、大さじ3杯とサラダ油っておかしいやろ。大さじ3杯のサラダ油、うん、はい、はい、はい、それでですね、はい、あと塩、お塩ですね、塩はですね、はい、まあ、小さじ2分の1ぐらいでいいみたいですね、まあ、ちょっとでいいみたいですよ、塩ね、まあ、小さじ2分の1って言ったらほんとちょっとですね、うん、じゃあちょっとね、もうパラパラというレベルでかけて、まあこれぐらいでいけるかな、うん、まあ、と思います。これ腹立ちいいからな、濃いかな。よし。はい。それでですね、まあこれ危険なことになります。そして、中火で。この上にこう蓋をしますね。はい、蓋をして、中火です。中火でね、大体2分ぐらい。じゃあね、作ってみたいと思います。でも大丈夫。だんだんね、ちょっとね、グズグズいってきました。どうなんでしょうか。いつもね、レンジでチンしてるだけなんでね。さあ、これはね。私はこっちの方が慣れてるんだけど。色がちょっと変わってきた。うん。お、来た。まさに。来たよ。来たよ。見えるかな。ちょっとできてるな。あ、いい匂いしてきた。匂い。ちょっとね、画面がね、揺れてるかもしれない。ちょっとね、揺さぶりながらね、作ってますんで、焦げたらあかん、焦げないようにね、しているためにちょっとね、揺さぶりながらね、やっております。うん、まあもうすぐポコポコポコできると思いますけど、んできないかな。出てきた、引っ込みました。うん、おお、はいはい、来た、来ました、ポッポッポッポ来ましたね。はい、焦げといたら大丈夫だよ、焦げへんの。ポッ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 来てます、来てます、来てます、うん、出ます。美味しい。はい、結構圧力。響く。うん。すごいすごい。元気元気。パッパパッパ生まれてきてる。いい感じですね。誕生してきてる。こんな感じが続きます。ちょっとね、
りにくいですけどね。おお、パチ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 いきます。パチ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 いきますね。音がせんくなったら終わり、うん、音がせんくなったら出来上がりです。原産国アメリカだった。そりゃそうです。うわ、すごい量になってきた。なんか重たい、うん、重たい。おお、何が入れてると思うの。気持ち悪いでしょ。こんな感じの方がいいかな。あ、もう漏れた漏れた漏れるぐらいなんかちょっとね、蓋がね、合わないやつなんだよね、これね、ちょっとね。バシ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 取ります。どうですか。おお、うん、もうだいぶね、もうだいぶね、ほとんど派手たと、うん、あ、まだ落とす。はい、ポップコーンですよ。終わりかな。終わり、ね、終わりです。はい、終了です。蓋開けてみましょう。おお、まだ派手てるけど、綺麗にできた。どうですこれ。すごい、やったー、できました。完成です。綺麗ですね。まだちょっと離れてますね。まだちょっと出るから。やばかったです。今1個食べたんですけど、美味しい。はい、どうもありがとうございます。まだ跳ねてます。ありがとうございます。